今回は映画のような動画が生成できると話題のランウェイのジェンスリーという新機能をご紹介します。まずはこちらの動画をご覧ください。このようにジェンスリーを使うと映画のようなクオリティの動画を作ることができます。今までは限られた人しか使えなかったのですが、ついに一般公開されました。実際に使ってみた感想やどのくらいのクオリティの動画が作れるか検証してみたので、よければ参考にしてみてください。早速使い方を見ていきましょう。まずは会員登録方法から見ていきましょう。概要欄のリンクからこちらのページを開きます。こちらに表示されている動画も実際にジェンスリーで生成された動画なのですが、クオリティが相当高いことがわかります。ではこちらのボタンを押して先に進みましょう。まだ会員登録をしていない方はこのような画面になると思います。メールアドレスか Google アカウントを使って会員登録を行いましょう。完了すると様々な機能がある画面に遷移します。ホームのバナーにジェンスリーの紹介が表示されているので、こちらのボタンを押しましょう。デフォルトではジェンツーというように表示されています。これは前のバージョンという意味合いなので、こちらをクリックしてジェンスリーを選択しましょう。現状は課金をしないと使えないので、課金を促すポップアップが表示されます。課金をするか悩んでいるという人はこの後の動画を参考にしていただき、判断してもらえれば良いかと思います。私はアンリミットを契約してみたので、いろいろと検証していきたいと思います。課金を終えるとこのような画面が表示されました。非常にシンプルな UI です。左側にプロンプトという項目があるので、こちらにプロンプトを入力して動画を生成するみたいです。ではひとまずかなり簡単なプロンプトで試してみましょう。赤いリンゴが緑色になるというプロンプトを入力してジェネレートを押してみました。すると早速動画生成がスタートします。動画は3分ほど待っていると出来上がりました。想定よりも早めに生成してくれた印象があります。それでは出来上がった動画を早速見てみましょう。プロンプトで指定した通りに赤いリンゴが緑色になってくれました。動画もかなりスムーズなことがわかります。シンプルなプロンプトでもこのクオリティの動画を生成してくれるのはなかなか優秀だと思います。それではもう少し複雑なプロンプトでも試してみましょう。次は空で発表された動画のプロンプトを使ってみましょう。空の公式ページに飛ぶとプロンプトが記載されています。テレビでも取り上げられたこちらの有名な動画を作ってみましょう。プロンプトをコピーしてこちらにペースト。あとはジェネレートボタンを押すだけです。こちらもしばらく待っていると早速動画が出来上がりました。女性が歩いている姿がしっかりと生成されました。また髪の毛の動きなども比較的に自然に生成されています。空の動画と比較すると多少クオリティは劣るかもしれませんが、現状使用できる動画生成 AI の中では一番スムーズなのは間違いないかと思います。実写系のクオリティはなかなか高かったですが、このような 3D キャラクターではどうでしょうか。先ほどと同様にプロンプトをコピーしてジェンスリーの画面にペーストします。しかしここで一つ問題が発生しました。どうやらプロンプトは500文字以内の制限があるようです。全く同じプロンプトでは難しいようですが、チャット GPT などを活用すればある程度のプロンプトを再現できます。以下のプロンプトを500文字以内にしてと指示を出し要約してもらいました。このようにすればある程度類似したプロンプトで生成することが可能です。それでは早速こちらのプロンプトで生成された動画を見てみましょう。 3D のモンスターがかなりスムーズに動いていることがわかります。500文字の制限があるので完璧に意図通りに動かすことは少し難しいですが、面白い動画を作るにはかなり役立つかと思います。もう少し動きを落ち着かせてくださいのようなプロンプトを追加すれば微調整はもちろん可能です。画像生成 AI と同じように理想の作品を作るにはプロンプトがとても重要だと言えます。ちなみにプロンプトは日本語でも指定できるか試してみましょう。英語の500文字と日本語の500文字は情報量に差があるので検証してみます。
先ほどのプロンプトをチャット GPT を使って日本語にしてみます。こちらをペーストして動画を生成してみましょう。また日本語であればまだまだ文字数が余裕なので500文字ギリギリまで詳細を追加してと指示してみましょう。それぞれ出来上がった動画がこちらです。日本語の指定でもそれなりにうまくいっているように思えます。こちらは500文字ギリギリに指定した動画ですが、クオリティが増しているようにも思えます。このように文字数指定がある場合、日本語の方が細かく指定できるので、いろいろと検証する価値はあるかと思います。それでは、リップシンク機能に関してもみていきましょう。先ほど生成したこちらの動画を喋らせてみましょう。出来上がった動画の左下に、リップシンクという項目があるので、こちらをクリックします。すると、このような画面が表示されます。テキストを打ち込んでも良いですし、用意した音声ファイルを読み込ませても良いようです。アップロードボタンを押すと、音声ファイルをドロップできるようになります。こちらに読み上げたい音声を反映させてみましょう。反映が完了したら、ジェネレートリップシンクのボタンをクリックします。こちらも3分ほど待っていたら、動画が出来上がりました。私はジェンスリーを使って作られました。空で有名な動画を生成してみました。歩く動作をキープしつつ、かなり自然にリップシンクしてくれているのがわかると思います。機械音声ではなく自分の声などで適用させれば、さらに自然な動画を作ることも可能だと思います。ちなみにスノー AI という AI ツールで作った音楽をこちらの女性に適用してみました。こちらもかなり自然にリップシンクが反映されています。うまく活用すれば PV のようなものを作るのも簡単です。ちなみにジェンスリーには現状画像を動画にする機能がありません。以前のバージョンであるジェン2にはこのように指定した画像を動画化する機能があります。現在はアルファ版なので、またこれらの機能は追加されることを期待しましょう。そういったアップデートがされたら、さらに強力な AI ツールになると思います。今回はジェンスリーを使ってみた感想を簡単にお伝えしました。今後もジェンスリーの検証をいろいろと行うので、何かテストしてほしいことなどあれば、お気軽にコメントください。ちなみに最近インスタグラムの投稿も始めたのですが、例えばジェンスリーで活用しやすいプロンプトや画像のプロンプトなど、インスタグラム限定で情報発信も行っていく予定です。最新 AI 情報に興味がある方は、ぜひフォローをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。